久保さん。久保さんの大学時代、なんか、豪遊ですね <laughs>。まあ結構ね、やっぱね、僕ね、貧乏だったっていうのはね、貧乏だったから、今、うまくいったのかなっていう、思いますね、僕の場合は。まあ圧倒的にやっぱね、まあ大学時代のまたちょっと話をすると、あの、僕、あの、後輩がね、セルシオ乗ってきたわけですよ。卓球場に、体育館に。こどうしたの、ね、みたいな。これどうしたの、ね、みたいな。 親に買ってもらいましたみたいなね。いくらなんだ200万ですみたいな。なんか、僕原付き乗ってたんですよね。<laughs> くそーと思ってね。くそーと思って僕バイトで貯めて、初めて自分で車買いましたよ。全部。そう。で、なんだ。まあそれがスカイライン33の GTS っていうね、ターボついてないやつ買ったんですけど、 まあそっからですね。スカイラインとの出会いは。で、そこで興味持って3、4GTR 乗りたいなって思うようになったんですけど、まあ免許代も自分で高校生の時にバイトで貯めて、免許代取ったし、まあ大学も自分で金貯めて、バイトで全部貯めて、やりくりも全部して、保険とか、あ全部自分で全部やって、あのー、やりましたけど、まあ貧乏だったから、 な車も変えたし、クソと思い出しね。クソ負け、親にま、クソみたいなね。セルシオ乗ってきてね。あれはね、多分一生忘れないですね。うん、なんか親のすねかじりやがってみたいなね。俺は親のすね1ミリもかじってねんぞと。<laughs> 仕送りなかったんでね。仕送りゼロですよ。でも最初のね、1ヶ月ぐらいはちょっともらいましたがね。バイト決まってなかったんで。 最初の1ヶ月だけもらってな気がする。4年間のうち。あとは全部自分でやりくりしてましたから。うん。いやまあ、松下幸之助さんがね、なんで成功したんですかと。いや、貧乏だった。病持ってた。あと、頭悪かった。と。もう、まさにその通りですね。 本当にまさにその通りで、今僕があるのは貧乏だったからだと言えます。なんで貧乏だったから今うまくいってんのかっていうと、圧倒的にくそと思えたからです。<laughs> 何くそ<ソ>と <laughs>。本当それだけですよ。だってムカつきません金持ってるやつ見ると。ね多分僕を見てムカつく人いると思いますけど、僕もそっち側だったんでわかるんですよ。<laughs> クソみたいなね。親のすねかじりやがって、みたいな。家賃2万のボットン便所でね。バイト、学校、バイト、部活で、ひーひー言っててね。な、ボーンみたいなね。ふざけんな、みたいな。だからもう、あの、クソで車買いましたからね。買ったるっ、つって。大変でしたけどね。めちゃくちゃ大変でしたよ。当に、あに。支払いが。 40万頭金で30、何十万かローン、40万ローンにしたのが半分頭金で払って、大学生でもローン取ったんですよね。まあお、親にちょっと、なんだ、連帯保証人になってもらって。で、その、大学生で、ローンですよ。<laughs> <laughs> で、ボーナス払いとかもして、そう。まあでもね、当時ね、18歳のね、まあま、あ入ってみて分かったんですけど、2万ですよ。クソ高かった。だから年間、 40万か、保険。月2万ですよ。18歳。任意保険。あれがきつかったですね。で、車のローンは月1万にして、ボーナス払いの時が5万。で、保険と管理すると、夏とかになると、8万とか7万になすけど。だから夏きつかったですね。<laughs> ボーナスば。ボーナスねえのに <laughs>。それまで貯めて、みたいな。だ毎月3万ぐらい、バイトからこう算出して払って、みたいな。で、生活費とっていう、やりくりしてましたけど。 いやあ、大変でしたね。うん。そう。だから、当時、満タン入れられなかったっすね。だから、満タンって言いたいなっていうね。3000円分とかね。2000円分とかしか入れられなくて <laughs>。満タン気持ちいいなぁ、みたいなね。いいなぁ、みたいなね。満タン入れられなかったっすよ。そう。いやあ、ほんと金なかったっすね。金ないけど車買うみたいなね。維持で <laughs>。 だから今、貧乏の人とかお金ない人って稼げると思うんですよね。何くそと思わないですかムカつきません金持ってる奴ら。くそと思いません思わないのかななんでやんないのかな僕は思ったんで。うん。だから何くそと思えばいいんじゃないですかね金持ち見て。ふざけんな、みたいな。俺もやったるぞって。それでいいんじゃないですかねいってらっしゃい。